ミンバ大使、ミンバ大使されないとこ、どうも、クサジンです。今日もクサジンチャンネルやってきたということでね。いや、よくね、俺がね、コメント欄とかで、天才クサジン、天才クサジンっていうやつって、なんか、クサジンさんが作った歌なんですかって言われてるんだよ、言われるんだよね。俺よく言うじゃん、天才クサジン、天才クサジンとか言う。バカだれ！残念ながらあれね、俺が作った言葉じゃないんだよね。あれ、結構昔にガキツカで、山崎邦生さんが、ちょっとお前邪魔すんな、邪魔すんな。関係ないから、関係ないから、みたいなことを言ったから、それをちょっとね、真似したんだよね、実はね。でもあれ、山崎邦生さんも、で、なんかあの、だっけ、小島よしおの、あの、そんなの関係ねえを真似したらしいから、結局真似の真似っていうね。実はあれ、パクリのパクリでした、皆さん。ぜひとも今後も皆さんも使ってくださいね。また、天才クサジン、天才クサジンをパクってまた別動画作ってもいいよ。みんなにパクリまくろうぜ。オッケーオッケーオッケー。このままゴールか？このままゴール来んのか？頼む。頼む。ちょっと待って。あの、条件どこ行った？頼むから条件欲しいよ、条件欲しいよ。待てね、鍵はちょっと、止めろってキノコ、お前しか止めるやついないでしょということで、今日もクサジンチャンネルやっていくぞ。クサジンチャンネル。目の前ゴールコース来たぞ、見てろ、俺の実力。お前らでもいるよ。天才クサジンじゃなきゃここは通れないな。みんな、どけよー。天才クサジン。あ、天才クサヤジン。また目の前ゴールコース来たじゃん。もうクサヤジンが勝つに決まっとるやんか、ボケ。どいてろ。あー、だげっそ。ちょっ、草人チャンネル。久しぶりになんかちょっとね、匠の技草人を見せたくなってきたよ。ちょっとスタート足決まったかったけどな。匠だけども、ルイージが匠だ。マリオ匠じゃないね。あ、草人匠だね。でも、ちょっとお前さ、ちょっと草人が匠だねやってたから、ルイージちょっとお前、空気読めや。なんか俺の方が匠だよアピールしなくていいからな。今ちょうどみんな視聴者も、草人の匠だねが見たいってなってるから、お前が匠だねやったらなんかブレるやん。俺の匠ブレるやん。ブレタクになっちゃうやん。ブレミになるやんけ、お前。いや、ちょっと意味がわかんねえけど。ブレミの意味はよくわかんねえけどよ。お前、フェイントかけんな、ボケ！草人チャンネル。間違い探しコース来ましたね。皆さんどこが答えかわからない。俺もすぐに気づいちゃう。天才草人もすぐにわかっちゃう。あーもう入るの下手くそ。それまだ頭はいいんだけど、まだプレイスキルがまだ足んないみたいです。もうね、IQ は167ありますけど、まだね、プレイスキルが足らないみたいなんでね、ちょっとね、プレイスキルもね、IQ167 と同じぐらいで、同等のレベルに全部、文武両道でいきたいと思いますんでね。オッケーオッケー。これはどこだ？どこだ？わかんねえぞ！お前邪魔！マリオ！クソじゃん、お前、キノピコ頭いいじゃねえか。俺もそう思ったけどね。俺もなんとなくこっちかなと思った矢先よ。本当に矢先。もう本当に矢先の中の矢先の中の矢先よ。本当。俺もここだと思う、矢先。これも矢先だわ、お前。ちょ、邪魔。お前、マリオ、ちょっと、俺とキノピコの勝負なんだ。なるほどね。あー、わかった。もう、全部わかっちゃった。すべて理解しまして、矢先だね。俺もほんと矢先。矢先だったわ。完全に矢先だった。最後か。やばい。やばいぞ。これはまずいぞ。わかんねえ。わかんねえ。全然わかんねえ。ちょっと、待って、ルイージが死亡。OK、もう。勘や！噛んでこっち、あ、死亡じゃなかったんか、ルイージ。間違った。なんか勝ったわ。草人チャンネル。普通、お前下だろ。一番上のでけえの、お前が一番下なんだよ、普通。なんでお前一番体格いいの一番上乗ってんだよ、かわいそうによ。子供たちがかわいそうすぎんだろ、そして。草人抜けるのうますぎんだろ、もう勝ちだろ、なんだ。ねえ、ちょっとこういう意味わかんないコースやめようぜ。なんで左、今までずっと右一方通行で来てたじゃん。なんで、なあはははは脳筋分散が四つ五分。四つ五分何こう、みんな、制作者これ、もしかしてさ、なんか、三つ五、五つ五、四つ五みたいな、そういうさ、双子ちゃんたちが大好きなんかな、お前。まだ、お前、五等分の花嫁読んだでしょうね。ね、じゃあ、脳筋分散たち恋してるでしょう。どの子、俺、脳筋分散の一番筋肉あるやつ推しみたいな、そういう感じやってるだろうな。脳筋分散一番頭悪そうなやつが好きみたいなさ。IQ 低そうな脳筋分散が一番私のリアコですみたいな、そういう感じだった。リアコ最近俺知ったんだけど、リアルに恋してるって意味らしいね。若者が使う言葉をすぐに理解できないあたり、俺も年食ってしまったな。なんだ、ほんとやめろ、左に行くのマジでやめろ。ほんとわけわかんなくなるね。これは何、このゴール、これマジでもうこの終わり、終わりでいいよ、終わりで。勝ったやん、俺勝ったやん、もう勝ちいいよね。もうゴール来いよ、ゴール来いよ、ゴール来い。余計なやつらで、なんでそうなんだよ、ふざけんな、マジで。あ、来た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 。草人チャンネル。
1の1、多分1の1コース的な感じ。ねえ、ちょっと見たみんな、今のスタートダッシュ見た、うますぎんだろうが。もう1の1だったら俺絶対負けない。1の1やりすぎたの。お前らショートカット使わないのかな。ねえ、ちょっと本当に使わないの、やばくない、全員使うの。余裕すぎでしょ、もう草地が発祥じゃねえか。ちょっと待って、かっちゃんでここもね、ちょっと若干つまずいたけど、あの階段でつまずかんじゃねえ、にジャンプできるあたりもやっぱりね、1の1をやりつく、1の2はやり尽くしてね、1の1専門家なのよな、クサージン。でも大体わかるよ、大体わかる。オッケー。いえ、ここはもう食らってオッケー。で、1の2はちょっとね、やり尽くしてないからちょっと不安、一抹の不安は覚えるけども、でもね、ルイージはなんか右側行ってね、え？先進んでるとかそういう感じ、違えよな。お前なんかショートカット使ったとかそんなだったらマジでムカつくぞ。マジでムカつくだけだけど。やり返しはできないけど。ムカつくだけだけど、なんかいろいろと怒っちゃうよ。最初に怒っちゃうよ。あ、なんか嫌な予感。やっぱりふざけ、マジでこれさ、わかんないもの。あ、もうねえ、ちょっと後続に追いつかれる。やべえ、キノピコ来たんじゃねえか、これ。まずくね。来たっぽい空気あるよね。ほら、行ったじゃん。しかも俺生身じゃん。お前ら落ちろ、落ちろ、同じ夢たどれ、落ちろ。いけ、よーし、マリオ落ちた。バイバイ、ケタルガーイ。ありがとうございます。お前、マジでマリオ、あれはなくねえか、お前。お前、ふざけんなやもう、あいつ、勝つ気ねえぞ。マリオ、勝つ気ねえんだけど、あいつ。あ、オッケー、オッケー、マリオ死んでる。もうこれで、もうだって、俺が圧勝してたんだもん、そりゃそうでしょ。俺が勝つよな。ゆっくり行け、ゆっくり。あ、これ、下行っても土台に乗ってもいいかもしれないけど、ゆっくり。危ねえ、危ねえな。もう、勝とうぜ、勝とうぜ。もう、ここで終わりにしようぜ。まだあんの、もう少し終わって、終わってくれや、マジで。あ、1の4か、1のこれで終わりかな、多分これで終わりな気がする。あー、びっくりしたー、びっくりしたよ。これで、ゆっくりフラワー取って。あ、ばばばばばば、まずい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 、お前ちょっとゆっくり行く、もうちょっと遅く来て。お願いね、もうこれ俺が勝ちじゃないと気が済まないのよ。お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。飛ぶな、飛ぶな、よーし、草人タンネル。なるほど、ハンマーで押していく感じ。いやでもね、これ絶対上から行った方がいい。俺はね、こういうのすぐ気づくあたりが天才草人だ。ちょっとハンマーよこせ、ハンマーよこせ、俺が勝てるから。ハンマーをよこせなさい。あはは、もうハンマーをよこせ。なんで俺ハンマーをよこせくんだって、お前。最後になっちゃった、ちょっと、お前、俺の分のハンマー取るんだ。そう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 、絶対上、絶対これ上、絶対。ちょっと、マリオが分かってんな、若干。はい、はい、来たー、はい、天才草人、あ、天才草人、もうこういうところだよね。だから俺赤隊に行けちゃうんだよね。もう天才すぎか、はい、君たち、おバカさんで。あー、バカくそー。甘くてダンスと